我々は負けません。指揮官、弾丸を持ってきました。ご苦労だった。そうですよ、愛しいあなた。あなたのためだと思えば、これくらいなんてことありません。ああ、なんてお優しい方なんでしょう。ヨハンも同じこと言ったわ。あなたのおかげで力が湧いてきました。後でお会いしましょう、愛しいあなた。ではアンカーを砲台に設置する。今回はニケの出番だ。オーケー、久しぶりに頑張りますか。私もうずうずしていたところでした。ヨハン、設置の仕方を教えてくれる？ああ。お前は休め。設置の仕方といっても大したことではない。力さえあればできることだ。戦闘の前にコンディションを整えておく。行ってきます。お休みください、指揮官。一人になりましたね。先ほどできなかった話をしましょうか。妊婦について。それは何も知らないからです。人類は妊婦について何も知りません。妊婦を利用して記憶と情報を制御するのはあまりにも不安定です。妊婦はまだ人間である時に注入され、脳の情報をコピーします。その後妊婦にコピーされた情報を処理し、ニケを作ります。ほとんどのニケは人間だった時の記憶を全て失います。妊婦に事前入力された情報と置き換えられるからです。しかしニケになった後も人間だった頃の習慣、好み、趣味などが残る場合もあり、消えるはずだった過去の記憶が残っている場合もあります。わずかな記憶の片鱗が残っていることもあれば、数年分の記憶がそのまま残っていることもあります。まれに全ての記憶が残っていることもあります。あなたも知っていますよね、ニケによって記憶の範囲に違いがあるということを。すでにその時点で妊婦の不安定性が証明されたも同然です。妊婦を通じて入力される行動ルールも勝手なものです。代表的な例が、ニケは人間に危害を加えてはならない。これちゃんと機能していると思います？そうなんです、人間に指一本触れられないニケもいれば、ゴム弾まで使えるニケもいます。もちろん殺すことはできませんが、ニケによって適用される範囲が違うとは言いますが、いい意味でも悪い意味でもニケの個性を尊重しすぎています。インプットは全員同じなのに、アウトプットはそれぞれ異なる。これはすでに安定性とはかけ離れた、使えないものだと考えても差し支えありません。妊婦の基本機能は消去、記憶、上書きだと言いますよね。ですがこの中で意図した通りに作動しているものはありますか？あるでしょ。でも
それが全て成功したという証拠は？あまりにも不安定で一貫性に欠けています。自転車を例に考えてみましょうか。幅の広いタイヤに交換したい場合、もともとあったタイヤを外して幅の広いタイヤに交換するでしょう。もしくは前方のライトをもう少し明るくしたい場合は、電球を交換したりバッテリーを他のものに交換するでしょう。その部分の構造を知っているからこそ変えることができるのです。でもサドルは変えられません。ブレーキが故障したら直せません。自転車だということは理解していても、どの部分がどう作動しているのかを理解していないからです。完成形の自転車の一部は改造できても、構造を把握できていない部分は改造すらできないという話です。当然一から作るなんて夢のまた夢です。人類にとって妊婦はそんな存在なのです。わからないからです。それが何なのか、どこから来たのか、誰が作ったのか、どんな構造で作動するのか、どんな副作用があるのか、誰も知りません。コピー&ペーストは可能です。少しの改造も。しかしそれ以上は分かりません。人類はそんなものを使っているのです。ニケの頭部にはそんなものが入っているのです。これが私が妊婦が危険だと言った理由です。頭の中に入っている爆弾がいつどんな問題を起こすか誰にも分かりませんから。人類は便利だからという理由だけでこれを乱用しているのです。私も便利だという点には同意します。しかしあまりにも危険です。だから私はあなたがしようとしていることに反対はしません。ヨハンも反対はしないでしょう。反対しませんよ。ただ彼にはそれよりも優先すべきことがあるだけです。あなたの考えを支持する人間もいるということを伝えたかったんです。理由は少し違いますが、アンチェインド弾を手に入れたらヨハンをうまく説得してみてください。二人とも引き下がるわけにはいかないでしょうし、どちらも世界の役に立つのは間違いありませんから。装填が終わったようですね。はあ、疲れた。でも思ったより面白かったですね。この砲台は元から対マザーホエール用に作られたものなの？いや、本来は単なる巨大な対空砲なんだが、私たちが改造したの。マザーホエールを捕獲するために？単一個体のためにしては規模が大きすぎるけど、狙いは他にあるようね。そうだ。もうここで待機し、合図したら発射しろ。え？やるんだ。一人で残るのに適してるのは防御に特化したお前だから。いつまでそうやって？師匠、私もここで待機します。え、どうしてネオンが？ノアを一人置いていくのは少し不安なので。ネオンがいたからって不安が解消されるとは。そうだ、私たちが今向かっている場所もそこだ。そこでマザーホエールを待つ。はい。何よ、ここで弱虫の世話をしろっていうの？私に依存しすぎじゃない？指揮官、インヘルトの戦力は全て分散されました。目標地点に到達するまでのリスクが高まりますが、よろしいですか？ラジャ。私はそれより
ここをこの二人に任せる方が心配だけど。最強の火力はわからないけど、最強の盾なのは間違いないよ。だそうですよ。トラブル起こさないでよね。もちろんですよ。もう不安だわ。もういいか、移動しよう。